総称国は大韓民国出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダーディフェンダー。右サイドを中心に様々なポジションをこなすマルチプレイヤー。フースヒディンク監督に抜擢されて韓国代表入り。2002年ワールドカップ日韓大会では右、ウィングバックとして初のベスト4進出に貢献し、ヒディンクの息子と称された。 日韓 W 杯での活躍が評価されて、オランダ l d p g の平ノオルトに遺跡資シーズンプレーオ小野ンジとチームメイトであったことから、日本でも知名度が比較的高い。ただ、オランダ語が全く喋れず当時の監督であった、ルートフリットから、オランダ語を覚えろと言われたほどである。そして対談するまでオランダ語は喋れず、これでフロント、 監督の信頼を失い放出のきっかけとなったと言われている。2011年3月27日、現役引退を発表。引退の理由の一つに2月に母親が亡くなったためモチベーションが失われたためだと語っている。その後はサッカー解説者、タレント、少年サッカークラブ代表として活動。2006年に結婚した俳優の パクヨンスと2015年に離婚。2021年7月29日に放送された、MBN の共用番組、ゲンバルポスクープ世界を通じ、カン関ンド高専軍の山村で、自給自足の生活を送っていることを明かしている。ありがとうございます。